トーマス・キャンベル聖書復帰運動は19世紀初めのアメリカで起こった宗教運動で第二次大覚醒の影響のもと展開されたバートン・キャンベル運動とも呼ばれる聖書復帰運動はトマス・キャンベルとその息子アレグザンダー・キャンベルが設立したシ徒ト協会グループとバートン・ストーンが設立したクリスチャン・チャーチとが1832年に合同し 推進した運動である。ただし、合同される前にも、本運動と同種子の活動は両団体それぞれで展開されており、合同の結果として出来上がった運動というよりは、合同により運動の方向性が強化されたという点に留意が必要である。両団体の活動の方向性が同じであることから、合同することになった経緯がある。すでに1809年、 トマスが表した、ワシントン・クリスチャン教会の宣言及び提言にも、運動の端緒が確認できるように、教会は聖書に帰らなければならない。イエス・キリストの教会は一つであるのであり、キリストを信じる者はすべて、人間の意見や党派が反映された、教理、伝統から離れ、聖書の実を重要視することによって回復された、原初的なキリスト教会の下で一致すべきである、と主張するのが、 この運動の趣旨である。ダグラス・アレン・ホスターアンソニー・エール、ダニ・バンとザ・エンサイクロペディア・オブ・ザ・ストーン、キャンベル・ムーブメント、クリスチャン・チャーチ、クリスチャン・チャーチズ、チャーチーズ・オブ・クリスト、チャーチーズ・オブ・クリスト、ウィリアム・ビー、アートマンズ・パブリッシング・ CO、2 0 0 4 i s b n 零か0 8 0二八三八九八七 i s b n 9 7 8 0 8 0二八三八九八八 ありがとうございます。